パベウブショエクは、ポーランドポモージェ・ケントチェフ出身のプロサッカー選手。ポジションは FW。ブンデスリーガ1、FCE ・ウニオン、ベルリン所属。いくつかのクラブでプレーした後、2009年夏に、ポロニア・ワルシャーのユースチームに入団。2010年11月13日のルフ補充付戦で、トップチームデビュー。2011年9月21日のルフラジオンクフ。 戦でプロ初ゴールをマーク。2012から13シーズンは前半戦だけで8ゴールをマーク。この活躍から冬のマーケットで複数の国外クラブからオファーが届いた。そしてハノーファー96遺跡がほぼ決まりかけたが、メディカルチェックをパスできず遺跡は取りやめとなった。2012から13シーズンが終わりかけた頃、ポロニア・ワルシャワとの契約を終わらせられるよう、 ポーランドサッカー協会に働きかけた。そして2013年6月6日、ポーランドサッカー協会の仲介の下クラブとの契約が解除された。2013年7月9日、セリエ A の UC サンプドリアに加入。4年契約にサインした。しかしレギュラー争いに苦戦し、ベンチ暮らしが長く続いた。翌2014-15シーズンも状況は変わらず、 負傷も重なってほとんど出番がないまま終えた。2015年8月31日、出場機会を求めエラスベローナ FC にレンタルで加入。出場機会は増えたものの、チームは第23節のアタランタ戦まで勝利なしという三端たる成績で、シーズン終了後セリエ B に降格した。2016年7月1日、125万ポンドでベローナに完全一席。 2016年8月31日、チャンピオンシップのクイーンズパークレンジャーズ FC に1、シーズンのレンタルで加入。2017年1月31日、完全遺跡に移行し2019年夏までの契約にサインした。2021年6月1日、1、FC ウニオンベルリンと契約した。2012年9月、ポーランド代表初招集。 10月12日の南アフリカ戦で初キャップ。2016年3月26日のフィンランド戦で初ゴール。2016年5月12日 UEFA ユーロ2016暫定参加メンバーに選ばれたがが負傷のため最終登録メンバーからは外れた。ありがとうございます。